はい、皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、このソニーの新しいフラグシップ機である Xperia 1 Mark IV の話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、今日やっていくのはがっつりとしたね、このスマートフォンのレビューっていうんじゃなくて、まあ、最初に簡単にね、このカメラ周りの性能を、皆さんにご紹介しつつですね、この Xperia 1 Mark IV の、まあ、僕の気に入ってる機能の一つでもあるスローモーションの撮影、これを使ったシネマティックなね映像の、まあ、Tips というか、まあ、チュートリアルというか、まあ、そういったことをね、皆さんにねお伝えしていければなというふうに思ってます。最近こうスマートフォンを使った撮影のお仕事をさせてもらうことが結構多いんですけど、それでね、あの SNS に僕の作例を公開するじゃないですか。そしたら僕 の、ね、あの撮った作例は参考にならないっていう風にね言われたんですよ。まあもちろんね、それはあの悪い意味じゃなくて、すごい褒め言葉として言ってくれてて、スマートフォンで撮ったと思えないクオリティだと、そう言ってもらえるのはまあ嬉しいなと思う反面、いやいやいやと、テレビ CM とかでこれはスマートフォンで撮影しましたみたいな映像とかがあったりすると思うんですけど、確かにね、そのぐらいの規模感になってくると、スタッフさんとかもまあ何十人といて、照明係がいたり、それこそセットを組んだりとか、そういったね規模感でまあ撮影してるんだったら、まあそう言われるのも納得できるんですけど、で僕はあくまでこのスマートフォンを使って自分の身一つで撮影してるので、僕がやってることっていうのはね、みんなにも絶対できるんですよ。もちろんね、僕の作品のクオリティの 100% が僕のスキルだとは僕もよう言わないです。まあ多分ね、半分ぐらいがやっぱりその最新機種を使ってるっていうところのおかげかなと思ってて、まあ今日はその残りのテクニックっていう部分もね、しっかりと皆さんにお伝えできればなというふうに思ってます。じゃあそしたら早速この Xperia 1 Mark IV の、まあ、カメラ周りを見ていきたいと思うんですけれども、搭載されてるレンズは全部で3つになります。 16mm の超広角レンズ、 24mm の広角レンズで、最後が 85mm から 125mm までの望遠光学ズームレンズとなってます。そう、これね、光学ズームなんですよ。いわゆるね、こういったズームレンズと同じように、このちっちゃいスマートフォンの中で 85mm から 125mm の間、レンズが動いて一切画質の劣化がなしに撮れるんですよ。これはね、ソニーのね、技術者さんは変態ですね。この辺りの中望遠域で、まあ、ポートレートを撮るっていう方にとっては、まあ、画質の劣化がなく、さらにボケ味も活かしながら撮影することができますし、さらにこの3つのレンズの後ろにあるセンサーは全て 4K120fps に対応しているので、スローモーションを多用する僕にとっても非常に魅力的な1台となってます。というわけでね、さっきからまあちょいちょい映像は出てると思うんですけど、まあ、このね Xperia 1 Mark IV を使って今回僕が撮ってきたスローモーションの作例っていうのを、一度ねまず皆さんにご覧いただければなというふうに思います。じゃあどうぞ。Thank you.
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もう今回はですね、もうこれでもかっていうぐらいスローモーションを多用した、作例になってるんですけれども、じゃあ早速このスローモーションの作例、一体僕がどういったテクニックを使って、撮影したのかっていうところを皆さんに、ね、お伝えしていければなと思います。じゃあまずね、 Xperia 1 Mark 4でのスローモーションの撮影方法なんですけれども、2つの方法があって、まずはビデオグラフィープロを立ち上げて、1つ目の方法はこのメニューの中にあるスローモーションっていう項目をオンにします。でもう一つの方法はフレームレートを 120fps に選択して撮影します。で違いはスローモーションをオンにして撮影すると、初めからその記録されたデータがスローモーションになっているので、その場でこの撮影データをプレビューしたりするときに便利だったり、そのまんま SNS にシェアしたりすることができます。なのであらかじめスローモーションの映像を撮りたいっていう場合には、こっちの方が動画編集ソフトに取り込んだときに後処理とかもしなくていいので、非常に便利かなというふうに思います。ただしこの場合は音声を記録できないっていうデメリットがあるんですけど、音声が必要だっていう場合はもう一つの方法で、フレームレートを 120fps に設定して記録することで音声もしっかりと撮ることができます。ただしこっちの場合は映像そのものはスローで記録されるわけではないので、動画編集ソフトに取り込んでこの 120fps の映像を引き伸ばしてスローにするっていう処理が必要になってくるので、用途に応じて使い分ければいいかなというふうに思います。僕はね、今回その作例を撮ってきた時にはほとんどスローモーションをオンにする方法で、スローモーションの映像を撮影してきました。じゃあまずスローモーションでいい感じの映像を撮る Tips 一つ目なんですけれども、やっぱりね、スローモーションなので、こう止まってる人、こうやって止まってる人をスローモーションで撮っても何も面白いことはないんですよ。僕の今回の作例だったら、すごくこう風に揺られてはためく髪の毛だったり服だったり、あとはこう波とかですよね。目で見てるとこう一瞬の出来事を最大5倍スローにすることができるので、それをしっかり狙って撮るっていうことが重要です。で2つ目の Tips なんですけど、偶然を狙っていくっていう方法なんですよ。どういうことかっていうと、やっぱりね、こうスローモーションって目で見てるものと違うじゃないですか。なので最終的にどんなものが撮れてるかって意外と分かんなかったりするんですよ。例えばこんな感じでこう被写体が目の前にいるとしたら、もう こういう感じでもう自分はもう何撮れてるか全然分かんないんですけど、こういう感じで狙っていくんですよ。そうすると意外とかっこいいものが撮れてたりするんですよ。それはね、今回僕も結構対応していて、例えばこの辺のなんかこうちょっと踊ってるような感じを見せてるようなこうシーンなんかではこうやって撮影してます。なんとなくね、このスマートフォンをなんかドローンとかに見立てるような感覚で、こうぐるっと相手を回り込む時も、こうカメラをこうまっすぐ回すんじゃなくて、こうぐーっとこう分かります、こう右に回っていくんだったら、こういうようなこうカーブを描くような撮影の仕方にすると、こう水平線がぐっと曲がったりするとか、これもね、意外とその大きなモーションになったりするので、すごくねかっこいい映像の演出方法になるんじゃないかなと思います。普通に考えればこうやって撮った映像って、手ぶれもひどいし、もう画面はガチャガチャしてるし、もう見るに耐えない映像になるんですけど、ただやっぱりこれはスローモーションにするからこそ、意外とこうそれが滑らかになってかっこいい、なんか普通ではなかなか撮れないような映像になったりするんですよ。なのでこれは本当にスローモーションならではのおすすめな撮影方法なので、ぜひねチャレンジしてみてほしいなと思います。で Tips3 つ目も、これもね、カメラワークに通ずる話なんですけど、スローモーションって被写体もカメラも動かなければ、もう絵全体が止まって見えてしまうので、それだとね、あんまり面白みがないんですよね。とはいえポートレートなんかを撮る場合、ずっとこう被写体にぐるぐる回っててくれみたいな話もするのもおかしいので、なるべくやっぱカメラマン側も結構積極的に動くカメラワークっていうのが重要になってきます。でその時にできるだけステップを踏まずに、腕の伸縮と体重移動だけでカメラワークをすること、停止している被写体にカメラワークでグーって寄ってくような映像って、やっぱり滑らかであればあるほどシネマティックな見え方すると思うんですよね。ステップを踏むとこの縦揺れの原因になるので、これを抑制することで可能な限り滑らかな映像を撮ることができます。今回のね作例では、足元を狙ってる映像も結構あったと思うんですけど、あれなんかは通常だとこうやって体を下げて、こう被写体にこうついていくような撮影をすると思うんですけど、低い体勢でああいう歩き方をするとやっぱりどうしても手ぶれが結構出てしまうので、手の移動だけでこういうような形で、その足元を撮るみたいな、
あとはね、この Xperia 1 Mark 4 だったらやっぱりね、さっきも言った広角ズームがあるので、まあ自分は本当にこう動かないでグッと構えておいて、しっかりとこう脇を締めて 85mm から 125mm までをこうグーッと広角ズームで寄っていくとか、まあ、そういった方法もあると思います。ただこれはあくまで被写体自体がそこまで大きなこう動きをしていないっていう場合の話であって、まあ、被写体が歩いてるとか走ってるとか、まあ、そういった場合は、まあ、カメラがこうやって多少動いてたとしてもそこまで大きな違和感っていうのはないです。被写体の動き以上にカメラマンが全速力でこう周りをぐるぐる回りながら撮影するとか、まあ、そういった、まあ、どうしてももうがっつり動きが出てきちゃうみたいな時は、まあ、こういった場合はね、さすがにジンバルとかがあるといいかなっていうふうに思います。ちなみに今回僕の作例も、まあ、ジンバルと手持ち半々ぐらいでやってて、こういった大きな動きのあるような撮影ではジンバルを使ってます。じゃあ最後の Tips なんですけど、これはねもう本当にたくさんカットを撮るってこと。やっぱりねこうスローモーションってこうあんまり動きが大きくないので、まあ、その映像で10秒20秒、まあ、視聴者の興味を引き続けるっていうのは結構難しいと思うんですよ。ただそう言うと撮影大変じゃんって思うかもしれないんですけど、例えば前編スローモーションで撮った僕のさっきの作例、あれだいたい2分の映像なんですけど、ただスローモーションで撮影しているので、実際に撮影した秒数に換算すると24秒しかないんですよ。ただもちろん僕もあの作例を撮影するのに費やした時間が24秒ではないんですけど、ただ1秒こうやって撮影しておけば、まあ、スローモーションにするとそれ実際5秒の映像になっているので、まあ、そんな感覚でとにかくいっぱい撮っておくといいんじゃないかなっていう気がします。写真撮ってる感覚に近いんですよね、スローモーションの映像って。なんかすごく、あ、ここ絵になるかもって思ったところで、まあ、シャッターをバシャッて切る代わりに、まあ、1秒レックする、その1秒の間にさっき言ったような、まあ、ちょっとしたカメラワークを入れておく、これを繰り返してつないでいくだけで、まあ、しっかりね、まあ、僕の今回の作例みたいな映像っていうのは撮れると思います。でこの Xperia 1 Mark 4 であれば 16mm、24mm で85から 125mm の、まあ、広角ズームもこれ全部スローモーション撮れるので、同じロケーションの撮影であっても、まあ、これらのレンズを切り替えてね、まあ、撮影することによってしっかりといろんなバリエーションを撮ることができるので、まあ、そういった風にやるのもいいんじゃないかなっていう風に思います。というわけで今回ね、この Xperia 1 Mark 4 を使って、まあ、スローモーションを活かしたシネマティックな映像を撮る方法っていうのを、まあ、お伝えしてきたんですけれども、どうですか？今回の動画を見れば、まあ、僕があの作例でねお見せしたような映像ぐらいだったら、まあ、撮れるような気がしません？多分撮れると思います、この Xperia 1 Mark 4 があればね。ということで、はい、本日の動画は以上となります。ぜひこの Xperia 1 Mark 4あの興味があるという方は公式ホームページの方でチェックしてみたり、またねあの店頭の方で手に取って、あのぜひ実際に試してみてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。